そしてマットキットさん宛てにアメリカのアニメ紹介サイトアニメニュースネットワークから質問が届いていますということでメンバーの皆さんと一緒に音楽を作って数年になると思いますが一緒に過ごした時間を振り返ってみて人生が変わった瞬間だと感じたのはいつですか深いですね、質問 <laughs> 深い。そうですね、まあ、さっき考えてみたんですけど多分出会った瞬間なんですよね。 まあもう僕たち8年とかやっててリンとはそのマットキット前から実は音楽を一緒にやってて10年ぐらいの仲になるんですけどマットキットとメンバーと出会った瞬間から多分人生大きく変わったというか進むべき道がもう明確になった瞬間だったんでその瞬間かなと思います素敵素敵きすさんは僕ですねはいえとんだろうまあ多分同じことだと思うんですけど僕は 今がその瞬間だなと思っていて常にこうやっぱこうメンバーと話していったりして話して選択をしたりすることがこう一番人生が変わっていってる瞬間だなと思うのでこうその瞬間瞬間今がその瞬間だなと思いますね。おです晴らしいかっこいいだからお二人が17歳18歳ぐらいからもうお知り合いという一緒の音楽されてるってことですか、はい その最初のの出会いのきっっかかけははだったんですか最初はあの高校生の時にお世話になってた事務所でちょっと集まった時があって、はい、であのリンがすごい当時がおしゃれだったんですけど、はい、あの当時って結構派手な服が流行ってて、はい、みあの羽のついたバックショットなんですね,ね <laughs> であの当時ビーツってヘッドホンが流行ってたんですけど、はい、僕もそれ持ってて僕もちょっとイケイケな感じだったんで「何、はい、その格かっこいいじゃん」<laughs> みたいな感じで最初僕話しかけて。<laughs> でそっからこう仲良くなっていったたみたいな最初は多分仲良くしたくないなっていや俺のことは思ってたんですけど <laughs> やっぱそんなにこうコミュニケーション取るのが上手なタイプじゃないんで「<ー>すんげえこいつ何なんだ?」みたいな <laughs> 人の心に土足で踏み込んでくるチャンの人だと思って。<laughs>